こんにちは、山本です。今日は、皆さんにご報告がありまして、アップしております。先日ですね、今年の、祭礼の実施について、七社神社の、和田ネギさんの方を、訪ねた、ところからお話ししたいと思います。今年の、祭礼ですね、実施、どうなるか、まあ、皆さん、不安に思っているというか、まあ、心配に思っているというか、まあ、知りたいというか、いろんな気持ちがあると思いますが、それはですね、ちょっと次回の、YouTube で詳しくアップしたいと思いますが、それとは別にですね、ネギさんの方からですね、参拝用に使うちょっと消毒液が、まあ、不足していると。まあ、現在コロナ禍で、かなりこう消毒液、それからマスクは結構、まあ、店頭にも出てきましたが、まあ、ちゃんとした、まあ、消毒液は、まあ、まだなかなかないような状況なんですけども、まあ、そういったような不足しているというお話を受けました。それでですね、5月の28日の木曜にその話を受けたんですけども、ちょうどですね、6月の1日に、定例会が実施されるようなことがありまして、その席でですね、皆さんに対して、まあ、消毒液が不足しているというお話をさせていただきまして、まあ、ぜひ、有してですね、七社神社の方に消毒液を、まあ、奉納できるか、できないかというようにお話をしたところ、まあ、心よく多くの方がですね、まあ、協力していただけるというようなお話を得ましたので、もうすぐ、お金の方を集めまして、昨日ですね、消毒液の方を奉納してきました。まあ、家族等を含めますと、かなり多くの方々がですね、まあ、七社神社、特にネギさんに対して、まあ、消毒液がなくて、まあ、心配だということで、まあ、協力をしたいという気持ちから、このような活動をすることになりました。非常事態宣言が解除された中で、まあ、少し生活に安心感ができたということで、まあ、今度は七社神社に対して消毒液を送ろうというこの動きにですね、まあ、みんな賛同してくれまして、すごく感動しております。はい。また消毒液の方を持ってきましたら、神社の社殿の方に、招いていただきまして、そこで、消毒液を奉納しまして、祝詞の方も掃除していただきました。で、和田ネギさんからの方からも、感動しましたと、ありがとうございましたというような、感謝の言葉をいただきまして、まあ、本当に今回緊急で、まあ、有志でお金を集めまして、すぐ奉納できたことを、まあ、本当に私の中でも、びっくりしているところもありますし、大変感動しております。はい。まあ、こういったようなですね、神社のネギさんとの交流はですね、昨年のお祭りの勉強会から勉強させていただいて講義を受ける中で、まあ、ネギさんという人が身近に感じられ、七社神社が身近に感じられ、まあ、我々の氏子の神様、氏神様が祭りされているということを分かった方というように思っております。まあ、このですね、つながりは、まあ、コロナに負けることなく、まあ、ずっと続けていきたいと思います。まあ、最後になりましたが、今回本当にですね、多くの方々に、賛同いただき、ご協力いただいたことを誠に感謝しております。本当に、コロナウイルス拡散防止についてはまだまだ大変だと思いますので、できることであれば協力して、七社神社の、バックアップをしていきたいというふうに思っております。以上です。今日はどうもありがとうございました。